Linux システムからのカーネルパニックメッセージオラクル VM バーチャルバックス上の Ubuntu 13.04でのカーネルパニックカーネルパニックとはコンピュータのオペレーティングシステムのカーネルが内部の致命的なエラーを検出した時にとる安全対策である。このエラーでは安全に回復できないかシステムを実行し続けることができず大規模なデータ損失のリスクが大幅に高くなる。 この用語は主にユニックスよびユニックスライクなシステムに特有のものである。マイクロソフト i n d o w s オペレーティングシステムの場合、これに相当する用語はストップエラーであり、Windows の初期バージョンでは青背景でバグチェック画面が表示され、バグチェックコードが表示される。x b o x One プラットフォームでは緑背景で表示され、Windows 10プレビュービルドでも表示される。 AT&T に由来する BSD Unix ソースコードではパニックを処理するカーネルルーチンは一般的にコンソールにエラーメッセージを出力し、事後デバッグのためにカーネルメモリのイメージをディスクにダンプし、その後システムが手動で再起動されるのを待つか自動再起動を開始するように設計されている。提供される情報は高度に技術的なものであり、 システム管理者やソフトウェア開発者が問題を診断するのを支援することを目的としている。カーネルパニックはカーネル空間の外部で発生したエラーによって引き起こされることもある。例えば多くのユニックスオペレーティングシステムはユーザ空間で実行されるイニットプロセスが終了するとパニックになる。ユニックスカーネルは障害検出メカニズムとしてアサーションを用いて 内部の一貫性と実行時の正確性を維持する。基本的な前提は、ハードウェアとソフトウェアが正しく動作し、アサーションが失敗するとパニックが発生する、つまりシステムのすべての活動が自発的に停止することである。カーネルパニックはユニックスの初期バージョンで導入され、ユニックスとその前身であるマルティックスの設計思想の間に大きな違いを示した。 マルティックスの開発者のトム・バン・ブレックは、ユニックスの開発者のデニス・リッチーと、この変更について議論したことを思い出している。私はデニスに、私がマルティックスで書いていたコードの半分は、エラー回復コードだと言った。彼は言った。すべてを省略した。エラーが発生した場合、パニックと呼ばれるルーチンがあり、それが呼ばれると、マシンがクラッシュし、おい、再起動しろと。 廊下で大声で叫ぶ。元々のパニック関数はユニックス第5版からバックスベースのユニックス 32V まで基本的には変更されておらず、エラーメッセージだけを出力してそれ以外の情報を何も表示せず、システムを無限のアイドルループに落とした。V6 ユニックスのパニック関数のソースコード。インケースコンソールイズオフ。 パニシエスティーハーコンティーンズアーギュメントツーラストコールツーパニックチャーパニシエスティーハーパニックイズコールドオンアンリザルバブルフェータルエラースイットシンクスプリンツーパニックメスグアンドゼンループスパニックチャーエスパニシエスティーハーイコールエスアップデートプリンフフォーアイドルユニックスの コードベースが強化されたのでパニック関数も拡張され様々な形式のデバッグ情報がコンソールにダンプされる。オペレーティングシステムのハードウェア障害やソフトウェアバグの結果としてパニックが発生する場合がある。多くの場合、オペレーティングシステムはエラーが発生した後も動作を継続することができる。ただしシステムは不安定な状態にあり、 セキュリティ侵害やデータ破損のリスクを犯すよりも、オペレーティングシステムが停止することで、さらなる損傷を防ぎ、エラーの診断を容易にし、通常は再起動する。ソースコードからカーネルのバイナリーイメージを再コンパイルした後、カーネルが正しく構成、コンパイル、またはインストールされていない場合、結果のカーネルを起動中にカーネルパニックが発生することは一般的な問題である。 追加されたハードウェアやラムの誤動作も、OS との非互換性や、デバイスドライバの欠落により、起動時に致命的なカーネルエラーの原因となる可能性がある。ルートファイルシステムを見つけることができない場合、カーネルはパニックを実行する可能性もある。カーネルユーザー空間の初期化の最終段階では、通常、イニットプロセスの生成が失敗すると、パニックが発生する。 イニットプロセスが終了するとシステムが使用不能になるためパニックが発生する可能性もある。以下はカーネルイニットにおける Linux カーネルの最終初期化の実装である。Static INT, r e f カーネルイニット。We try each of these until one such s e i z t h e bone shell can be used instead of in it if we a r e t r y i n g to recover. エイリアリーブローグマシン。if, if, return there.purple are, failed to execute percent attempting default %s, attempting defaults n, execute command.if, run init process, run init process, run init process, return there.panic, no init found, try passing init, equal option to kernel.c Linux documentation. init txt フォ r g u i d a e アイクベムコンソールで見られるカーネルパニックカーネルパニックは他のユニックスライクなシステムと同様にリナックスでも発生するがカーネルウップスとして知られている別の種類のエラー状態を生成することもあるこの場合カーネルは通常問題のあるプロセスを終了させた後も実行を継続するウップスにより いくつかのサブシステムやリソースが利用できなくなる原因となるため、後で完全なカーネルパニックを引き起こす可能性がある。Linux ではカーネルパニックが発生するとキーボードの LED が点滅して危機的な状態を視覚的に示す。MacOS 1 0 2から10.7でカーネルパニックが発生するとコンピュータはシステムを再起動する必要があることをユーザーに 通知する多言語メッセージを表示する。10.2以前はより伝統的なユニックススタイルのパニックメッセージが表示されていたが、10.8以降ではコンピュータは自動的に再起動し、再起動後にメッセージが表示されるようになった。メッセージの形式はバージョンによって異なる。ありがとうございます。